Watch out! のお茶特にうまかばい。何飲んでるの？銘柄は？少しは学んだようだな。今日のお茶は玉露。しかも新茶だ。おお。で、玉露って何？それってお茶？何？玉露も知らんのか？何を学んできたんだ？まったく。最近のプリティでコケテッシュでキュートでセクシーでラブリーな可愛い子ちゃんと来た日にゃまったく。どうも、どうもじゃない。お前のようなお茶を愚弄する西洋かぶれの大バカ者はぷよぷよ地獄でお茶まみれにしてやる。なんだこりゃ。ぼー、火の玉かな。ぼー、固めてみよう。アイスストーム。ぼ、おや。ぼー、うひゃー、火の玉が起こった。
い？うきゃー、あ、頭が割れる。は、早くぷよぷよ地獄に入らねば。キーパイグイキ、キビシレお待ち。いらっしゃい。何買う？あ、何買うの？だから。何買うの？お金持ってないの。冷やかしは許さないの。冷やかしも何も勝手に自分だけで話を続けたんじゃないか。許さないの。怪しげな物体が。なんだ？めー、喋ったよこの物体。めー。ゲゲ、動いてる。めー。来ないで。
受け。ごえー、あ、小ゾンビだ。僕の目知らない？目？目見なかった？知らないよ。じゃああんたの目ちょうだい。やだよ。ねえちょうだいよ。やだってば。ちょうだいってば。やだ。
の。何が楽しいの？何がそんなに楽しいの？教えない。教えてよ。そんなに知りたい？うん。じゃあ、耳貸して。うん。いいものあるわよ。どんなの？だからいいものよ。だから何なの？見たい？うん、見たい。こっちに来て。うん。ほらね。やだ。戻れないわよ。やーはー。
勝負だわさ。いやいや、その姿は。はあ、だわさ。変なの。そのだらしなさがグッドだね。よくもバカにしてくれたんだわさ。許さないんだわさ。どうして？せっかく褒めたのに。お前なんかぷよぷよ地獄に落としてやるんだわさ。私の攻撃を避けるとはなかなかやるではないか。びっくりしたな、もう。くらえ。なんの、リバイア。オラオラオラ。頼ますわ。うん、力いっぱい本気でいくね。そんな殺生だ。あた。そこな女、ちと待たれ。僕のこと？そなた、名は？そういう君は？これは失礼つかまつった。拙者は侍モール。
武者でござる。そうですか。して、そなたの名は？ひょっとしてこれは噂に聞くナンパでは？して、そなたの名は？はあ、鳥によってモグラにナンパされるなんて。拙者をモグラ呼ばわりするとは許せん！なんでモグラなんかに。まだ拙者を、拙者を苦労するのね。もう許せないからね。もう断じて許さないよ。モグラなんかに。まだ言ってる。ヒレハラ。あらヒレホロハラ。あらヒレホロハラ。ゲゲ、とんでもないところに来ちったな。あら、またあなたなの。少しは歌えるようになったかしら。私のように君のようになったら下手になっちゃうよ。もう失礼ね。あらひれほろはら、あらひれほろはら、頭が、あらひれほろはら、負けるもんか、あらひれほろはら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 。だから何がそんなにハッピーなの？教えない。なぜ？パララララパラララララ。なぜ？パララララパラララララ。なぜなのよ。また引っか
じー、やー、出たー、俺の内臓。え、あ、知らないよ。俺の内臓、知らないったら知らないよ。俺の内臓、本当に知らないよ。俺の内臓、来ないで。俺の内臓がないぞ。いやフィッシュ。前回お前に負けてから、俺はぷよぷよが上手になったんだね。フィッシュ。ああ、ごまかした。I'm
Grasciarino! いらっしゃりーの。はあ、何が欲しいの？別に何にもいらない。じゃあぷよぷよ地獄を買ってーの。いらないよ。買ってーの。いらないってば。じゃあぷよぷよ地獄で僕が勝ったら買ってーの。なんでそうなるのよ。ここまで来たわね。早速美少女コンテストで勝負よ。いきなり何よ。
前回は遅れを取ってしまったけど今回は違うわ。で、美少女コンテストなわけ？そうよ、それもただの美少女コンテストじゃないわ。水着美少女コンテストよ。え？さあ、あなたの水着も用意しておいたわ。げ、その反応、ひょっとして自信がないのね。いく。それじゃあ、早速勝負よ。俺様はゾウじゃないゾウ。うわー、でも360度どこから見てもゾウにしか見えないんですけど。お前意外としつこいゾウ。ドワー、お前のようなやつはぷよぷよ地獄に落としてやるゾウ。ドワナンバーワンのシェドウィギー様に向かって、なんちゅう恐ろしいことを。変態に変態と言って、何が悪いって言うんだい、変態。ありゃ、私は清く正しい闇の魔導士だ。ほう、誰が？こうなれば闇のぷよぷよ地獄に引きずり込んでやる。やっと来たわね、発展途上。発展途上？そうよ。それってどういう意味よ？そうね、わかりやすく言えば幼児体型ってとこかしら。よ、幼児体型？僕だってあと 2,3 年もすればボインボインのナイスバディになるんだい。
どうしてあんたみたいなチンチクリンがサタン様の愛を一身に受けられるのよ。僕は別にそんなものいらないよ。サタン様の愛をいらないですって許せないわ。ルルーだって僕のことバカにしたじゃないか。あなたにはここで死んでもらうわ。そして私とサタン様の愛の日々が始まるのよ。邪魔はさせないわ。さあ勝負よ。私とサタン様の愛のために。よく来たな。ついにこの最上階までやってきたか。さすがは我がワイフ候補ナンバーワンだ。まさかサタンなの？いや違う、私はサンタだ。そうか、そんなに受けてくれたか。やっと私のギャグを理解してくれたようだな。なんてしょうもない。この日のために取っておいたとっておきのギャグだったのだが。あー、はいはい、わかった。どうでもいいから早いとこ勝負しようじゃない。ギャグは不発に終わったが、この最新最強のぷよぷよ地獄はそうはいかんぞ。くらえ！ダッサダサだよ。
やばい、切れ散ったかな。とりあえず私とぷよぷよ地獄をしてもらおう。私が勝ったらお前にも同じ格好をしてもらうぞ。ゲゲー、行くぞ。やるな。また勝ったわ。でもやっぱり意味のないぷよぷよ地獄は終わったと思う。